S1V 持ってきてます。香りがプンプンする大型ドライブですね。ちょっと待って、日陰はい、草木ドライブインでお昼を食べて1時間、弱ぐらい過ごした感じですか。今時刻は11時37分と、ここまでが140キロちょっとというところです。で、ここから足尾を経由して日光へ抜けたいと思います。日光までだいたい180キロなんで、このアドレスの燃費だとちょうど、まあ通常だとギリなんですけれども、まあ、ツーリングじゃもっといいんで多分ガソリンは足りますけれども、そこで一回給油をしたいと思います。多分2日間の全行程が200キロあるかどうかっていうところなんで、2ストップで十分いけるかなという感じです。なんか燃費がいいよね。177キロ走って4.32、おお、40.97 ですね。45円は初めてだな。去年中津川に行った時の行き帰りが38キロだった。
高原の道が上がりました。前半の土砂降り、ピークを過ぎてからは雨が止んで日も出ましたけど、せっかくの高原をあんまり満喫できませんでした。この辺のあのコースは過去2回ぐらい走ってるんですけど、大昔にチェットロードがあって宮城の田舎に帰るのを走って、あと2015年ですね、ガンマで新潟に向かうルートとしてここを使ってます。で、会津田島の駅前の食堂でお昼を食べてみたいな感じでしたね。その時もまあ一日中雨でちょっと残念だったんですけどね。というわけでちょっとね、会津田島の駅のこの町に泊まってみたいなということで今回はやってまいりました。みほや食堂、ここでお昼を前に食べました。あ、なんか色をきれいに塗り替えたっぽいです。どうしようかな。ちょっと待って。